怎么样？没亚布力的带劲儿吧？ 原来啊，我队伍上也有个东北的兄弟，给我抽了一支，差点没把我呛死。抽多了就习惯了。哎，你是东北哪旮瘩的？长白山。你背上那字儿，你娘给你刺的吗？ 你娘是想让你当岳飞啊？当娘的都觉得自己儿子挺好，可我没那么厉害，当不了岳飞，当不了秦桧，顶多是一只人人都可以踩上一脚的蚂蚁。一只蚂蚁确实没什么了不起。 可要是无数的蚂蚁聚在一起，能把大象扳倒。我知道你要说什么，别跟我说那些鼓动宣传的车轱辘话。早在镇广场的时候就听过。当初我从部队里跑出来的时候，就把枪给砸了，发过誓，绝不再当兵了。 当家的，你快去管管吧！那两个日本人在咱家门口脱光了洗澡呢，这女眷们都没法出门了。不能出去就不要出去，出去干什么？陪着日本人一块儿洗吗？报告します。司令部より電報です。連合部隊を率いて大元に集結するようにとの命令が下りました。そしてその後指示を待つようにとのことです。 司令を来るのは早すぎる。私たちはだけじゃなくて、現在全面的に混乱している。軍部は何にも準備していないから、早くアメリカと開戦して、立ち上がっても寂しいから、それから全日本の団塞。 全部出しても足らないじゃないか。大佐、他のところ平穏なのだ。でも痩せたい撤退したら、このシナ人はまたもっとの。何か？ほうほう、あるか？ここのシナ人全部殺す方がいい。あんなしたら我々に対して何にも意味ないやろ。 中井君の意見、もう一度検討した方がいいじゃない。あんたは本当に彼を出しますか？
こいつより人はいないじゃないか。日本人だし中国人よりずっと信用あるよ。英子，哎，英子，你当兵几年了？我呀，我七七事变参军的，到现在四年了。你们队伍上的女兵个个都像你这么厉害吗？我有什么厉害的？枪又打不准，打仗的时候净拖累大家。你看白浪那么厉害，他谁的话都不听，可是他就听你的。他呀，他才不会听我的呢，就我们政委能治得住他。哎，英子，你们啥时候成亲呢？成亲啊？和谁啊？白朗啊。他呀，你别逗了，谁受得了他呀？脚丫子一个月都不带洗的，从早到晚自高自大，以为满世界啊就属他能耐最强。哪个女人要是跟了他，那才倒霉。可是我发现他对你挺好的，你对他也挺好。那好是同志的好，我们都是从五湖四海来到这个革命的家庭里，我们都是兄弟姐妹，我对谁都一样的。我对你不好吗？你呀，别想歪了。哎，英子，白浪是怎么参加八路军的？去年秋天，有一个来路不明的部队被日本人追击，后来跑进了我们的根据地。我们赵营长刚好经过，就带着战士救了他们。把日本人赶走以后，那个部队就只剩下三个人了。白浪就是其中的一个。他浑身上下没有一块好肉，比孙达铁还惨。赵营长把他抱回来，我给他做手术的时候，从他身上取出的弹片足足小一斤呢。后来养了一个多月的伤，好不容易能下地了。有一天晚上他偷了杆枪，一个人就跑到日本的炮楼里去报仇，谁想到中了埋伏，幸好我们连长及时赶到才救了他。可是我们连长为了掩护他却牺牲了。打那以后啊，白浪就死心塌地跟了八路军。怪不得什么？八路军这么好，怪不得人人都想当啊。哎，老婆，听说你的太原跟鬼子干过大仗啊？那不咋的呀，那跟大伙唠唠啊，是不是？唠唠呗。行了。南汇的鬼子呀，叫做矬子兵。为啥他那么叫的？就是因为他们个子长得矮。很多鬼子都站着了，才到莫爷的肚脐眼跟前。小鬼子呀，没气概，腿呢打不了弯，走起路来呀就是。你快拉倒吧！你说的那是土性坟，是不是这？实在闲得皮痒痒，就找小鬼子练刺刀去。哎，大爷，刚才我们正在听老孟给我们讲他太原打小鬼子事儿呢。是吗？接着讲。大爷，你接下来，我也就是瞎胡咧咧。别急啊，给我们讲讲小鬼子是怎么打仗的。对呀、啊，讲一讲。小鬼子打仗是这样的，屋里挖的就跟鬼叫一样。可是，枪打得重，炮打得凶，平时知道来不要命。完了。啊。你说的这些是个人都知道，你这还像是一个当过兵的人说过的话吗？丢不丢人？快坐下吧。依我看，鬼子兵厉害，主要是单兵训练的。不管大小部队，
战术搭配都很得当，不像咱中国的兵，枪一响就乱了。当官的要是在一枚，就更乱成一锅粥了。鬼子兵可不一样，不管局面再被动，都能处乱不惊，人数再少，也都能坚持打到最后。鬼子兵打仗的时候，爱分成很多小队，每个小队都有掷弹筒、重机枪，真正交上火。 掷弹筒负责消灭重点火力，重机枪则负责火力掩护，步兵负责冲锋，战术搭配非常合理。鬼子白人战也厉害，一般都分成三个人一组，咱七八个兄弟也很难对付他。哼，扯淡！我要不是没拿跟鬼子打过仗，鬼子的刺刀哪能快得过我的大刀？咋就把他说的那么玄乎了？真刀真枪能跟他干过几仗了？ 东北三省枪一响，东北大兵比谁都溜得快。教授，再说一遍试试。怎么了？干什么呢？都坐下。你说说你们几个，成天就知道吹牛，跟中央军似的，那小鬼子还能让你们吹跑了？隔二里地就听你们吵吵了，聊什么呢？也没聊什么。不行。 有什么好保密的？我们一来你们就不说了。说笑话了？哎，正好啊，说出来我们也笑笑。听什么听？都是些荤段子，哪样别听。和鬼子拼刺刀的时候，我们都不怕，他怕什么荤的素的？讲呗，只要把大伙儿能逗乐就行。乐倒是没问题，就怕半夜揍个吧。<笑>不讲算了，走。不讲拉倒。 给我，好点儿。好啊，来，呱唧呱唧。好。俺家在东北，那旮瘩冷，大家都知道。可冷成啥样，你们谁也想不到。哎，大天，我听说撒尿都卖了尿都那个动作，真假的？哎，那时候啊。 在关外，我有个叔伯，说只要是天冷了，从那山上下来，他嘴上冻掉了，说话都呲着牙。那还不算啥，有一年天冷的嘎嘎的，雪下了一个多月都没停，树都冻得嘎巴嘎巴直响。俺们村呢有子孙俩，孙子出门拉屎，刚拉到一半，给冻地上了，屁股冻上以后。 疼啊！赶紧扯开嗓子就喊他爷爷。爷爷心疼孙子，出来一看，立马趴地上用嘴给他哈气，想把那屎觉得整化了。可他哪想到，天太冷，刚趴下去，胡子就冻到小孙子屁股上了。说来说去，又绕到裤裆里了。你没留神。 能讲的心疼，接着说呀。后面更混，不讲了。哎，讲呗，都讲到这个份上了。我当时正好在那儿路过，一看这好好的路上怎么蹲俩大马猴啊？好奇呀，过去一瞅，好嘛，子孙俩被屎觉得给冻地上。我一看，赶紧救人嘛。 顺手抄起一根木棍，对准了就要砸。这时候老头说句话，没给我乐趴下。哎，你说你这个孙打铁，一个屁还分两宿放啊？快说！老头说啊，小伙子，你可一定要看准了，这长胡子的。 是脸，没长胡子的，是屁股。完了，完了。孙大铁，你那个意思，我脸上不长胡子是不是？你觉得呢？弟兄们，怒！
救他！大爷，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 哎，孙大铁，你也会笑啊？我以为你只会板着脸唬人呢。导演，日本人走了？走了。那个当官的开车在镇子里转悠了一圈，连车都没下就走了。这些天日本人拼命的争粮食，估计就是要走了，最后咋呼几天。告诉各家各户，日本人要拿什么就让他拿，别心疼那点东西。沙湖口是铁打的营盘，兵都是流水过，再忍个十天八天，日本的大部队必定会走，到时候天还和原来一样。导演，还得说您英明呢，兵不血刃，这沙湖口到什么时候还不是您呢？这有什么事儿啊？空投现场，救命！哎，团长，团长，咱跟小鬼子较什么劲呢？咱从后边过去。动静，不是国军的大官啊，就是八路的奸细，反正来头不小。花田長官、申し訳ございません。山崎太一さんもすぐ見に来ます。私は言いたいのは、長官の実績非常に感動しました。我々は長官の立場と同じです。花が言ったね。飯を食わせる。はい。ハーブ部。大佐、あなた呼んでの話だ。今は会部長います。はい。戦場でこんな温かい飯を食うようになって嬉しいよ。残念なことは、品でうめえ魚がねえことだ。バカ！食べるがあるか。米は帝国の兵士から命に変えたよ。お前は兵士じゃない。知ってもいい。だと思う。なぜ自殺しないのか。俺様を腹切れってんのか。俺は何したってんのか。恥ずかしくないな。軍人の責任は下からしかない。でも。이한마다와조강이끝까지돼이길로욕이얼른가
俺違った方が前の方だ。軍人の責任は勝利を取ることだ。あの野郎は当時下痢のふりをして戦場から逃げられたんだ。それから兵士たちに自殺するような命令を下した。今でもあの野郎もう一回切りたいんだ。今まで待て、発生していないな。後悔するのはあの野郎の方だ。俺様は兵士たちを連れて品地の軍隊をやっつけたんだ。それから兵士たちの命を守ったと。日本の中間に剣を立つのはお前だった。一人待っているのはこっちの方だ。軍人の方だか。だったら俺様はもうすでに日本に帰ってるはずだ。なんで途中で止まったのか。お前は考えは。いや、おそらくまた何かまずいことでもあったんじゃねえか。俺様の知恵を使って問題を解決しようと思ってんじゃねえか。彼はお前は有名だ。天の功のためにみんなの前でお前に殺して行くから。俺様を殺すのか、ここで殺すのか。品地の前で一人皇軍を殺すとか。だったらね、俺の顔を隠す必要はあるのか。軍部のいいからは間違いない。こいつは精神病院でいい。軍隊じゃないな。俺の兵力を一人で引き、その5倍以上の品部隊を全滅させ、作戦終わった時首長の士官を彼に同乗した。彼を九次天聖と言った。そうかもしれない。天才の同時に怖いの悪魔である。司令，你怎么还有这份闲心呢？又错圣事了。日本人中午押来一个人，黑布蒙着脸，看不出长相来，就关在地牢里头，咱们的人根本不让靠近。人家不让靠近，就不要再往人家跟前凑了。这笨蛋不想让我们知道的事情，还是少打听为妙。可您这有点太悠闲了吧？您现在是大事不管小事不问的，这于大彪子可带着便衣队四处抓八路呢，我们要是再不抓点紧，这功劳可全让他抢去了。于大彪子能抓八路？见了八路不把他吓尿了裤子才怪了。
顶多抓几个佃户和要饭的去总所，你以为日本能整的啥呀？你呀，跟了我这些年，连点皮毛都没有学会。眼下这种时候，还是给我少出点风头为妙。这笨蛋出来乍到，正事儿都还不摸懵呢，就让他们折腾吧。等他们折腾够了。 也就崴不拽了。要知道，要想真正的在沙湖沟立住脚，还得靠我们。哎，怎么不唱了？谁让你们听的？还记得唱啊？唱啊！ 老不老实老着叫的，跑了腚眼的朝天呢，总算把镇上窝藏的八路给抓出来了。八路？对对对，这都是八路。吴大爷，こんな顔は廃棄顔か。こんな時、高公の風景できるか。嗯，这真的是八路啊。 没错啊！八嘎！太监，私たちは、お前と同じ見るのは大勢の間違った。太监，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 我再也不敢了，太监。八嘎！太监，太监，太监，我再也不敢了，太监。八嘎！太监，太监，老命，太监。上官吧。おとい、部隊を連れて農村に攻撃に来、今谷。 帰ってこない。シナジン、ずるいなシナジン。みんな信用がない。どうも悪いの人間。大佐、言わなければならない。遅くとも明日までに出発しよう。 今から見ると、お前はもう勝ちと思うのか？俺は大阪人だ。大阪人は生まれてから商売人で、相手が欲しいものを一番高い値段で売るのだ。八郎だ。 自分を安く売ったやつの方が恥をかけ。バカ！大佐、その菊の花を見ろ。天皇陛下がその刀をあんたにやったのは、品々の首を切るのだ。皇軍を切るのではねえぞ。 ああ、今回の足りると、お前はまだ絶対使わないよ。俺を部隊に戻ったら、軍職は何だ？中大将。
ともと中隊長だったよな。そうなら、お前は昇進したのか。権利が大きいほど、俺様の才能は発達できるんだ。こんな時、私に要求するか。要求ではない。請求だ。そうなら、お前は大隊長に勤めてくれ。でも、廃止じゃない、死んでもいい。出足した歌曲君の舞台。ありがたい。感謝するわけじゃない。戦争の終わって、軍事の法廷で懲罰するよ。もちろんだ。もし俺様がこの戦争が終わるまで生きてたらな。紹介する。こちらは司令部の羽田慎太郎。私は保安隊の上官隊長。そちは治安会長の孫会長。もう一人、機動隊の吴隊長。先命令をもらった我々に前線へ行くから、鎖国には羽田さんと井戸さんに任すから、みんな協力しろ。那是一定，您尽管吩咐。有什么需要言语一声。わしは何も知らずにこの町にやってきたんだ。今必要なものはこの村の詳しい名簿と物産の迷惑資料だ。遅くても明日の昼までこの机にあってほしいんだ。东西倒是有，可都是中国字儿。你看得懂吗？父親は大阪人で、爺様は山東省出身だ。今日からお前たちの長官だ。だから俺のことを絶対無条件で信じろ。俺はお前たちの戦友と同じく一番仲いい仲間になるんだ。お前たちは常に警戒心をしろ。シナジのことは
絶対信じてはいけない。奴らはお前たちと違って、いつか死ぬからは悪魔になるんだ。はい。大日本と信濃戦争は40年前の華北海戦から今までずっと止まったことがない。だからこそ俺たちに対して信濃人の恨みは骨の中まで入ってるのだ。その恨みを取る奴は方法は一つしかない。それは信濃人を全部殺すのだ。俺様の責任はお前たちを天皇陛下のために死ぬことではない。お前たちを健康でふるさとに帰ることだ。はい。我们现在的任务是要瓦解他们，把鬼子。报告，政委，白老回来了，还带了不少好枪。好好。白老，行啊，你这一个人出去，带个加强连回来呀？那是，不是跟你吹牛，随便到哪儿招呼一嗓子，都能拉出一绺子人来。我看这次啊，你起码升个营长。哎，政委，躲开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 。政委，你好。政委好。嗯，好。英子，这趟还好吗？报告政委，我们刚出了根据地就被鬼子给冲散了。幸好遇上了白狼，再会。报告政委，白狼圆满完成您交给的任务，不但把丢了的枪找回来，还饶上17杆38大杠和40颗手榴弹。嗯，能耐不小啊。嘿嘿，也不是我一人的功劳，还有他们帮忙呢。叫人。张老好。瞎叫什么呢？我们八路里不兴叫长官，这是苏政委，叫政委。政委好，政委好，政委。你们好。纯爷们儿，个顶个都是好汉。政委，这枪没撞针。怎么回事？哎，不可能啊！哦，我知道了，可能是那天晚上啊，挖棺材的时候天太黑，没看清楚，这枪没撞针也没法使啊，是吧？哎，白狼，搞什么鬼呢？天地良心，我哪知道啊！我不信你问他们，你这不知道，俺什么都不知道。你看，白狼到。你把撞针藏起来，憋得跟我讨价还价，对不对啊？哎，政委，您冤枉我了，真的。你看我费这么大劲，我提着脑袋把枪给您运回来了，我还落一身不是。好，韩大哥到，你在这看着。是。白狼，跟我到屋里去。是。坐吧。好，谢谢政委。哎呦，哎呀。来，先喝口水。好。现在没人了，把你的价码亮出来吧。嗯，也没啥，就是那些枪啊，我那几个弟兄都使习惯了，您给我留30支就行了。就这些啊？嗯，没别的了？没了。哈，太少了。要不我再拨个特务连让你带带？不，人太多我也带不了。我就当个武工队长挺好的。白狼，你还真以为你立了大功了啊？把配枪给我交出来。不是政委，我怎么打了胜仗还交配枪？这有天理没有啊？你未经上级许可就擅自与鬼子交战，目无组织，目无纪律，都像你这么干，队伍还怎么带？还不乱了套了？你知不知道，就因为你这次偷袭，鬼子往沙河口增派了重兵，往根据地进行了报复性扫荡，烧了3个村，死了200多村民。你以为你把军火拿回来我就要犒劳你啊？我告诉你，撞针没有了，我让新兵当拼刺猎，就是当烧火棍，我也不惯你的臭毛病。